それではよろしくお願いします。株式会社ウサギの五木田です。今回は脳は交差逆転換しているかというテーマにしました。なんか今回はその汎用 AI 寄りの話が良さそうだったのでこういう話題にしたんですけど、私はまあ先ほど紹介があったように最近コンピューターで脳が作れるかという汎用 AI の本を出しまして、ただ仕事では画像認識とか自然言語処理とか、あと大学の頃とかは遺伝的アルゴリズムとかについて結構研究していました。で、所属しているのが株式会社ウサギというところで、まあ、機械学習関係でいろんな商品作っている会社で、まあ、やっぱりここでも画像認識とか自然言語処理とか、あとはデータマイニングとかをやってます。で、最近作っているものがなんか前にも先ほどの方もお話ししてたんですけど、まあ、会話をするボットを作りたいみたいなものをうちでもやってまして、でうちの場合だと、まあ、特にその目的がない雑談にして、かつその複数いろんなキャラクターのボットがいて、でそれと同時に喋るみたいな、まあ、LINE のグループを作ってみんなで話すみたいな感じですね。あれまでやりたいみたいなやつをやってます。で結構うまくできてて、結構少しボケてますけど、大体こんな感じで、この青い吹き出しのやつが、電源切れちゃいました、ね、青い吹き出しのやつが私が書いたやつで、で灰色と緑のやつはもうボットが喋ってるやつですね。で、まあ、もちろんちょっと不自然なところもあるんですけど、おおむね、まあ、いい感じに喋れてるかなとは思います。これとかなんかステーキ食べたいって言うから俺も食べたいなって言ったら、ちょうど私がツイッター見てるときに、お前常にツイッター見すぎって言われて怖いなそもそもなんでこんな文章が生成されたのかもよくわかんないんですけど、まあ、とにかくすごいなと思ってとか、まあこういうことはやってます。で、これは別に今回の話とあまり関係ないんですけど、ディープラーニングも使ってるし、なんか他のアルゴリズムとかもいろいろ使ってて、でそれを全部統合して喋るようなエンジンになってます。で今回の本題なんですけど、バックプロパゲーションは、まあ、皆さんここにいる方だったらご存知だと思うんですけど、もともとは3層のニューラルネットワークで、今はまあディープラーニングの基礎ですね。もともとバックプロパゲーションってやつがあって、でそれを多層にするのが難しくて、そこを解決したのがディープラーニングなので、まあ、ディープラーニングの基礎というか元になったアルゴリズムですね。でものとしては入力と出力を比較して、まあ、ここでその出力に何が出てきたのかと、あとは教師信号を比べて、で誤差を逆転換させると、でそれに従って重みを更新する。で、今結構使われているディープラーニングのアルゴリズムとしては CNN と LSTM ベースのものが多いと思うんですけど、まあ、CNN も結局最後はバックプロパゲーションで重み変調整しなきゃいけないし、 LSTM も、まあ、BPTT っていう方法ですけど、それで、誤差逆転換をさせないといけない。ただそれって脳的にはどうかっていうと、小脳については小脳パーセプトロン説っていうのがあって、まあ、多分バックプロパゲーションに結構近い方法を使ってるんじゃないかなとは言われてます。ただ大脳新皮質に関しては、これはまあ結構ディープラーニングかと言われるとディープかもしれないんですけど、バックプロパゲーションではないんじゃないかとは言われています。一応まあこれが小脳パーセプトロン説なんですけど、こっちが小脳で、分子層とプリキン円層と、あと下流細胞層っていう、もう字つぶれて見えないんですけどっていうのがあって、でそれが、パーセプトロン における入力層と、まあ、隠れ層と出力層におおむね対応していて、でそれで計算を行っているんじゃないかと言われています。でここですごい大事で、私もすごいしょっちゅう言われるんですけど、その神経科学的な妥当性がないならそのダメなアルゴリズムなのか、つまりこうディープラーニングは脳っぽくないからダメなアルゴリズムなのかって言われると、別に全然そんなことはなくて、確かに脳みたいなやつを作りたいんですけど、同じ構造が欲しいわけではないっていうことはこうな結構大事なことなので、ここで言っておきたいです。じゃあなんでその神経科学的な妥当性が必要なのかっていうと、まあ、当然汎用 AI を作るにあたって、今その、まあ、動物の脳ですね、それを作りたいのだから、
まあ、生き物のをお手本にした方がいいだろうと。でそれとあとはまあそういう神経のことを調べることによって、まあ、既存のアルゴリズムですね、ディープラーニングもそうだし、他のニューラルネットワークのアルゴリズムもそうだし、それを改良する知見がもしかしたら得られるかもしれないです。で、生き物のニューロンってかなり不安定で、まあ、例えば当然死んだりするし、で条件を満たしても発火しない時もあるし、何の入力がない時に自発的に発火することもあって、結構カオス的な働きをするんですね。でそれでも全体としてはうまく動いてるってことは、まあ、省電力化も貢献してるんでしょうけど、で信頼性もある。どれか毎日何千もニューロンが死んでるのに普通に生きていけるのは、なんかかなり、まあ、冗長化されてるのか何なのかよくわからないですけど、信頼性は非常に高いと。でそうなると、まあ、IC チップとかを開発するときにもその知見が使えるかもしれない。あと、まあ、脳科学とか神経科学にとっても有益だと思える部分と、あとはまあ単にその知りたいから好奇心からっていうところ、まあ、いろいろあります。で今回の話なんですけど、まあ、広く浅くカジュアルトークなので広く浅くやるんですけど、で要は大体こういうふうに考えてる人がいるかなと思って、で、まあ、私はその大脳はバックプロパゲーションじゃないって書いてたんですけど、まあ、いやでもバックプロパゲーションやってるでしょみたいな考え方ももちろんあって、で、概ねそのもうバックプロパゲーションそのものをやってて、ディープラーニングがその大脳で実現されてるんだっていう人と、あとはそのディープラーニングとはちょっと違うかもしれないけど、まあ、大体似たようなことはやってて、で結果的に例えば視覚野だと CNN みたいな仕組みが動いてるんじゃないかみたいな派閥があったりとか、派閥っていうとまあ良くないですね、そういう考え方があるとか。でもう一つは大きく分けると、そう大脳そもそもバックプロパゲーションなんて全然してないよみたいな考え方で、で、まあ、CNN とか特にそうなんですけど、結果的にはディープラーニングでやったアルゴリズムと似た結果は出てるんだけど、中のアルゴリズムは全然違う。でもう一つは、まあもう全然関係ないですね、ディープラーニングとかバックプロパゲーションとか全然関係ないアルゴリズム使ってるよとか、あとは当然まだ我々の知らない未知のアルゴリズムがあって、で脳はそれを実装していると、いろんな考え方があります。でまずこの大脳は、まあ、ディープラーニング派だよっていうのは、これは結構厳しい考え方で、大脳がバックプロパゲーションしてない証拠はすごくたくさん見つかるんですね。例えばその誤差を正確に後ろ向きに伝えないといけないとか、あと重み対称じゃないといけないし、そもそもニューロン同士の連絡スパイク列だし、そこをどう考えるのとか、あとは、バックプロパゲーションって入力して出力があったら、それと共振信号を比べて今度は、入力層まで戻るっていうことをしなきゃいけなくて、同時にはできないの で行って帰る行って帰るっていう切り替え機構が必要なんですね。でそれ全部同期しないと計算途中でめちゃくちゃになっちゃうので、全部同期しないといけない。あと当然、勾配の計算必要、その目的関数があってそれ微分したりしなきゃいけないので、それって本当にそんなニューロンでできるのみたいな、これは STDP でできるらしいかもみたいな説は一応あるんですけど、まあ、あんまり妥当ではない。あと LSTM とかで使われている BPTT は時間を過去に遡って重みを変更するみたいな考え方をするんですけど、それって本当に脳でそんなことやるのみたいなのがあって、まあ、あと、まあ、共振信号も定かではないと、相当いろんな意味で厳しいなっていうのがあって、バックプロパゲーションそのものっていうのは結構きついんじゃないか。ただまあ BP に近いことをしたいだけだったら、いろんな条件を緩和しても BP できるんだよみたいなのを示せばいいので、こちらは結構有望でいろんな方法があります。で、例えばこのターゲットプロパゲーションとかディファレンスターゲットプロパゲーションは、ヒントンが同じことを考えて、つまり、大脳ではバックプロパゲーションをするっていう証拠があまりにも乏しいので、BP にじゃないけど BP っぽいことをするようなアルゴリズムを考えようってやったのがターゲットプロパゲーション でそれの条件を緩和したのがディファレンシャルターゲットプロパゲーションの方ですね。であとはその行って帰ってくる時の重みが対象じゃないといけない、重み行列を使い回さないといけないっていう条件も結構脳科学的には厳しいので、その辺を緩和したのがフィードバックアライメントとか、あとそれ改良したダイレクトフィードバックアライメントとかになりますね。あとはさっき言ったあの行って帰ってくるみたいなスイッチが必要とか、
あと全部のニューロン一気に更新しないと重みの計算がめちゃくちゃになっちゃうみたいな問題は、このデカップルドニューラルインターフェースなんたらかんたらみたいなやつで一応提案はされてます。でも大脳は BP じゃないでしょみたいな感じだと結構いろんな方法があって、これも相当いろんな考え方あります。そもそもバックプロパゲーションにとらわれないっていうアルゴリズム全部ここに書いたので、そもそも階層的な構造、その多層であるっていうことをそもそも捨てればいいんじゃないみたいなのはリザーバーコンピューティング系とかがあります。リザーバーコンピューティングは後で説明するんですけど、そのなんか明確にこう層に分かれてるってこと自体が結構不自然なんじゃないかみたいな、もっと脳はランダムっぽい血栓が多いんじゃないかみたいな立場で作ったのがリザーバーコンピューティングですね。あとはこれいろんな話があるんですけど、 CNN とかの解析の途中でなんかこうスパースな特徴さえ得られればあと別にどんな方法でもいいんじゃないみたいな方法とか、あとはその多様体学習ができるってことが重要で、多様体学習さえポイントを押さえておけばディープラーニングみたいなことできるんじゃないみたいな方法とか、あとはもう全然関係ないソム化の方法とかですね。でいくつか、ここで皆さんが気になるようなアルゴリズムを紹介したいと思います。で一つはあのヒントのターゲットプロパゲーションですね。これ結構難しいんで実際の論文を見てほしいんですけど、その誤差を出力層から入力層に向かって順番に伝播させていくっていうのはそもそもそれ自体が結構きついのでもうやめちゃうと。で各層ごとにネットワーク全体の誤差が減る方向に調整していく、まあ、独立にですね。なんかこの層はこういうふうに重みを動かしたらネットワーク全体の誤差が減るんじゃないかみたいな方針を持ってて、それをもとにこう更新していく。ただそんな都合のいい基準なんてあるのかみたいなのがあって、でそこも結構方法があるんですけど、でちょっとこの辺はかなり難しいので図とかも本当はつけたかったんですけど、これ図を見ても多分何が何だかわからないと思うので実際にヒントの論文を見てください。で実際性能結構悪くなくてバックプロパゲーションの条件を緩和してるんだけど、バックプロパゲーションと大体同じぐらいの性能出るんですね。でもう一つさっき言ったフィードバックアライメントは、これがバックプロパゲーションですね。ここに入力層があって、でここに重みがそれぞれ 3、4個あって、でこう伝わってきて、でこう伝わると。だからそれを緩和しようってことで、まず一つは最初にフィードバックアライメントっていう方法が提案されて、でここの重み今 B って書いてありますけど、これ実はランダムでも計算できるよっていうのを示したのがフィードバックアライメントだったんですね。でさらにもう一つの論文でなんだっけ、ダイレクトフィードバックアライメントかだと、実はなんかこれだけじゃなくてもっと自由に設計してもネットワーク全体はちゃんと計算できるよってことが示されて、例えばこれ順番に言ってますけど、このカッコ C の方法とかだと出力層から直接この2層目と3層目にしかもランダムな血栓で接続してるだけどちゃんと学習できると。でこの IFA とかはこれはなんかもう自由、何でもいいからとにかくつなげば学習できるんじゃないかみたいな、でこれ学習できるんですよちゃんと。たださすがに D のやつはちょっと性能悪いんですけど、性能悪いというかそのもう何でもいい、自由にやっていいからちょっと実験のしようもなくて、多分いろいろやればいい接続の仕方もあるかとは思うんですけど、でもカッコ C とかカッコ B とかはバックプロパゲーションと大体同じような性能が出ます。でそれちゃんとこれで計算できるよみたいな証明もこっちに載ってるので気になる人は見てみてください。であとはさっきのリザーバーコンピューティングですね。でこれ結構変わってて、これ見ると分かるんですけども多層のネットワークではなくなっちゃってるんですね。でこの緑のやつでぐちゃぐちゃぐちゃってつながってるのは、そのいっぱいニューロン用意してそれぞれランダムで血栓させるっていうすごい適当なアルゴリズムなんですけど、これでもちゃんと学習できるんですね。で、まあ、ここの青の線がインプットからリザーバーに接続するやつなんですけど、その中でここでその入力信号がここで駆け巡るわけですね。だんだん減衰していくんですけど、でそれをこう学習させると。でポイントはこのランダムで血栓してるところとインプットが入るところは固定なんですよ。重みをランダムで最初初期化して、で初期化したらもう動かさないんですね。でこの点々で書かれてる赤い矢印、ここだけは
まあ、既存の教師あり学習で学習すると。で、まあ、この信号が入ってきて駆け巡って出てくるみたいなやつなので、時系列データへの応用が多くて、まあ、学習がすごい簡単だし、ネットワークの自由度も結構高いんですね。例えば、インプットから直接このアウトプットに接続する矢印を持ってくるとか、アウトプットからリザーバーに戻すとか、インプットじゃない、インプットには戻せないな。とか、あとはまあ、それ自己回帰とかするとかですね。でかなりなんか、いろいろやってもちゃんと動くんですね。パラメータの調整さえすれば。これさっきのあの小脳のモデルなんですけど、さっきありましたよね、このパーセプトロンと、あとはそのリザーバーコンピューティングの一つのリキッドステートマシンってやつがあるんですけど、それを使って小脳全体をモデル化したみたいなことを電通大の山崎先生とかが研究してまして、でこういうのもなんか実際にロボットに実装して、でなんかバットを振る運動をするとか、そういうことをやったりしています。でもう一つ、これなんか日本ではやってる人なぜかあんまりいないんですけど、フォースっていうアルゴリズムがあって、何の略かはよくわからないんですけど、さっきのリザーバーコンピューティングを一般化したようなアルゴリズムで、ここに例えばエコーステートネットワークっていうリザーバーコンピューティング系のアルゴリズムはフォースの特殊系なんですね。でこれは何をするかっていうと、まあ大体いろんなことに使えるんですけど、大体フォースが出てくる論文だと運動パターンを覚えさせて後で想起させるみたいなことに使われることが多いです。例えばこれは学習、まだ学習してない時のフォースのネットワークですね。まあこうカオスの状態でぐちゃぐちゃぐちゃっと動いてると、でここでなんかこういうノコギリ波というか、なんていうんだっけこれ、とにかくこういう波形を学習させると、でそうなると学習が終わった後も自発的にその動きをし続けるとか、あとはこれはその人の動きみたいなやつを覚えさせると、これもちょっと G が潰れちゃって読めないんですけど、例えばこう歩くモデルと走るモデルを学習させておいて、それを切り替えるとこの歩いてる時からその走り出すまでの状態をこう自然につなげてくれるとか、そういった運動系のもので結構出てきますね。運動野のモデルに使うとか、あとはスローフィーチャーアナリシスなんですけど、これもちょっと概念少し分かりにくいんですけど、自然界において重要な情報っていうのはゆっくり変化するっていう過程があるんですね。これすごく大事なんですけど、例えば、なんだろうな、この目の前に誰か人がいると、でこれはなんか私が動いたりしてもなんかそのエッジの情報とかはガーってすごい乱雑に動くけど、その目の前に例えば門前さんがいるみたいな抽象的な情報って時間が経ってもあんまり変わらないんですね。でその抽象的な情報はその時間にあんまり左右されない、そのゆっくり変化するっていうのを、まあ、考え方をアルゴリズムにしたのがスローフィーチャーアナリシスですね。でこれ V1 のモデル、視覚野ですね、視覚野のモデルとか海馬のモデルとかに使われたりとか、あとこれいいところは STDP っていうそのニューロンの働きがあるんですけど、それで多分実装できるんじゃないかっていう論文が出たりしています。でこれはカイバーのモデルなんですけど、これ、スローフィーチャーアナリシスを使ってこの矢印の方をボットが見ています。こう 3D 空間の中にボットがいて、まあ、ゲームと同じです。 3D のゲームみたいな空間があって、でボットはこういう景色を見ています。でこの景色の情報を全部、多段階のスローフィーチャーアナリシスで特徴抽出して、で最後スパースコーディングしますみたいな、なんか結構複雑なアーキテクチャなんですけど、そうすると場所細胞みたいなやつが出るんですね。で場所細胞って何かっていうと、こっちは本物の ネズミのデータなんですけど、ネズミがどこにいるかによって反応を変えるニューロンがある。例えば このニューロンはネズミがこの辺にいるときに強く反応するみたいなのがあるんですけど、でこっちはネズミです。でこっちはこの提案手法で再現したそのネズミがいる場所によって反応を変えるニューロンがあるよみたいなデータですね。でこれ見ると確かになんか似てるような結果が出ています。でなんか時間がもうあんまりないと思うのでまとめるんですけど、今主流なのはやっぱバックプロパゲーションベースの方法で、まあ、みんな BB 使って計算していると、うん、CNN もそうだし LSTM もそうだし、ただそれは生理学的に妥当性があるかというと別にそういうわけではなくて、まあ、必ずしも脳と同じである必要はないにしろ、
まあ、いろんなもっといろんなアーキテクチャがあるんだからその研究も必要だと。でそれは汎用 AI 的にも重要だし、さっきも言ったように光学的にも例えば省電力化できるかもしれないし、もっと不安定な素質使って回路が作れるかもしれないし、そういったことにも使えるので、まあ、ぜひ皆さん興味があれば調べてみてください。ありがとうございました。まあ、時間がちょっとおっしゃってるので、もし1点だけ質問ある方がいればと思うんですが、大丈夫ですかね。はい、じゃあ、また今週会参加されます。はい、じゃあまた今週の時にまたあの議論してください。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、続いて、